神隠しとは夢中に神棚を白い紙や布で覆う習わし、人間がある非突然と消え失せる現象、神域である山や森で人が行方不明になったり、町や里から何の前触れもなく失踪することを神の仕業として捉えた概念。古来用いられていたが、現代でも唐突な失踪のことをこの名称で呼ぶことがある。天狗隠しとも言う。本校で記述。 神隠しの伝承が残る青森県の天狗岳神隠しの伝承が残る八幡の矢ぶ知らずの森多くの場合は行方不明者は神域に消えたと考えられた縄文時代以前から日本の神や霊魂の存在が信じられており神ナビやヒモロギや岩倉岩坂は神域と現世の歯境と考えられており家福をもたらす神霊が簡単に行き来できないように 結界としてのシメめ縄が貼られたり、禁足地になっていた。これは人も同様であり、間違って死後の世界でもある死に行きに入らないようにと考えられていたからである。不明者を人々が総出で捜索する際、定まった道筋を通り、金や太鼓を叩いて不明者の名を呼ぶなど、ある種の呪術的儀式を伴っていたと伺わせる伝承も少なくない。神隠しの神とは、 ハンナビ、ヒモロギ、イワクラなどに鎮座する、抽象的ないわゆる古神道の神だけでなく、天狗に代表される、民間信仰としての山の神や山馬、鬼、狐などの山や原野に関わる妖怪の類いなどもある。子供が会ってしまう伝承も多いことから、子供を亡くしたアメ女という妖怪の仕業であるとも伝えられる。柳田国夫が再録した、塔の物語、 山の人生にも神隠しの話、事例が収録されている。あずま鏡の記述として、平安時代の武将、平らこれ持ちの子である、平ら主は、誕生間もなく行方不明となり、4年後、夢の中のお告げで、狐塚の中から発見されたという伝承がある。この時、きが、沖縄の姿に変じて現れ、刀と櫛を与えていった。けのための伝承ではあるが、 神隠しの記述としては、古い部類に入り、後日の沖縄の伝承と含めて、東北から沖縄にかけて、神隠しにあったものと櫛が関連して語られていることがわかる。沖縄県では、神隠しを物隠しとも呼び、一旦、物隠しにあったものは、自分の櫛を持って帰ろうと戻ってくる。そして再び出て行ってしまうとされる。そのため、 物隠しにあった家族は早速当人の櫛を隠して取られないようにする。それでも締め切っている部屋の中から知らないうちに取られてしまうこともあるとされる。研究者によると櫛と神の関係をよく示している現象としている。神を祀る者は櫛を必要としたため物隠しにあった者は櫛を取りに戻るとされる。近世になり、 天狗の仕業と捉えるようになった本州より古い方の伝承と見られる。かつて東京都八王子地方では子供が神隠しにあった場合、両親が近くの呼ばわり山に行き、そこでこの名前を呼ぶと大抵どこからか出てきたとされる。また、ブラックソーデで行列を作り、太鼓を叩きながら、やせ、戻せと呼びながら探し回る風習も広く見られたとされる。このか。 太鼓と鐘を叩いて、消えたこの名を呼ぶ風習は、日立国中軍にもあったとされ、伝説によれば、風の音とともに、杉の木の上に、子供が引っかかっていて、山に向かって黒い物体が飛び去ったとされる。地脳にも、太鼓と鐘を叩いて、この名を呼ぶ行為の記述は見られる。神隠しの伝承のある場所としては、青森県の天狗岳や岐阜県の天狗山などがあり、日本各地の 天狗と名付けられた山に伝承されることも多い。また、千葉県市川市八幡田の八幡の矢部知らずは、神隠しの伝承が強く残り、現在も金足地となっている。山間にある地蔵神域は、蒸気のような自然の環境が移り変わる場所だけでなく、大間時や牛密時のように、1日の時刻にもその神域へ誘う、は境であると考えられた。 そしてこれらが時代を経るに従い、ひもろぎや岩坂だけでなく、道の形状の特徴的な峰や峠や坂や、時には人の作った橋や、村境や、町境などの門や、集落の境界や、道の交差する地事などにまで及び、さらに社会基盤が充実すると、伝統的な日本家屋の道と敷地の間の垣根や、屋外にあった便所や、南度や蔵、 住居と外部を仕切る雨戸や障子なども、常よと現世の葉境と考えられ、市民域へ誘う場所とされた。このため現世と常よを簡単に往来できぬように、締縄だけでなく見てぐらや節分での、イワシの魔よけなどが結界として設けられた。お盆に宝月を飾るのも常よへ旅立ったソレイや、精霊が現世に迷わず、たどり着けるようにと気遣って設けられた道を照らす。 おにびの明かりに例えたものである。もともとは、道に迷わないようにと作られた道標でもあるが、集落に災いが及ばないようや、間違って新域に入らないようにとの思いからの結界でもある。 同時に、旅や道すがらの安全を願って混流された塚や、それに類する、石造りの像が、今日でも信仰され、路傍にひっそりと佇んでいる。下記のような類例がある。一口に、神隠しと言っても、行方不明者、迷子、家出、失踪、夜逃げ、誘拐、拉致、監禁、口べらし、殺害、事故により身動きが取れないなど、 常識的なものに限っても要因は多岐にわたる。神隠しには愛いやすい気質があると言われ、子供の場合は神経質なものや知的障害があるもの、女性の場合、産後の日立ちが悪いなど、精神的に不安定な時期に愛いやすかったとされる。事脳における神隠しの内容では、隣町で見つかった際、ひどく健忘の様子があったと記述されており、記憶障害を示唆している。 一方、見望では、説明がつかない話として、事能の20年を経て帰ってきた者の,のことでは、便所に入ったきり、行方不明となり、20年後に同じ便所から現れたと記されており、前日と違い、別の場所へ移動していない事例もある。ABCD 民間振興時点、桜井徳太郎、編東京堂出版 P87 他の神の最上が、 狐塚という名になったという説があり、全国に見られる、塚のである。参考、なたとしろう、魔の世界講談社学術文庫2003年、ISBN4 から06から15万9624から 1P237、民族の辞典、大町徳造川端豊彦瀬川清子三谷、a 一大森四郎大島竹彦編岩崎美術者、初版1972年、 P310 ありがとうございます。